こんにちは。今日は4月の11日木曜日、大学がお休みですから、じゃあゴロゴロと思ってゴロゴロしててですね、もう午前中が終わってしまいました。このままだと1日が終わりそうです。それはもったいないので午後は出かけることにしました。東海道新幹線のぞみ号の切符を買いました。12時30分発新神戸まで2時間40分です。今回はグリーン車の切符を買ってあります。出張の人たちで普通車はもう大変な混雑だったからです。これは大丸の地下、デパ地下で買った、酢豚弁当かな、800円ぐらいでしたかね。まあまあ美味しかったですが、温まってると良かったかなと思います。まあ難しいんでしょうか。時間通り新神戸に行ったんで、パソコンで大学の作らなきゃいけない資料とかそういったものをいろいろまとめていました。やっぱり大学生なんでそういったことをやらなきゃいけない時間もあるわけです。ちなみに今回はグリーン車で来たわけですけど、新幹線の予約サイトで勝手に溜まっていたグリーン車利用特典ポイントみたいなものを使ってですね、それでタダで新幹線のグリーン車を利用できています。だから割と気楽に、ああ混んでるからグリーン車にしようということをやったんですね。まあよくグリーン車に乗ってますけど、まあ、動画で紹介するんでなければそんなに頻繁に乗らなくてもいいかなという気もします。この新神戸、ここからは山手線ではなく山手線という地下鉄が出ています。同じ字を書く2つの路線があるんですね。あの有名な山手線と同じです。その他三宮方面のほか有馬温泉などにアクセスすることもでき、非常に観光には便利なところですが、トイレ、駅レンタカー、エレベーター、コインロッカーなどと同じように、まるで駅の関連施設であるかのようにして、ここに布引きの滝と書いてあります。駅のすぐ裏に滝があるのです。駅併設の滝と言ってもいいかもしれません。日本三大神楼、神楼というものかな、布引きの滝、これは平安時代から歌などに読まれている大変由緒ある滝です。帰りの列車の切符も買いました。帰りはもう深夜に東京に帰ることになりますから、逆にゆっくり神戸の街を楽しむことができます。今の時間は夕方の多分3時そんぐらいかな。これが新神戸駅の、まあ、ちょっと脇の出口から出たところですが、布引きの滝 0.4m、 本当に恐ろしい立地です。こんなに立地いい滝ってそうそうないと思いますよ。その通路を通っていたら電電公社配線室と書いてありました。まあこれあんまり関係ないですけど、電電公社はね、もうずいぶん前にあの NTT 西日本になったわけですが、まだその当時の表記が残っていて、おおと思ってついつい映してしまったのでした。新神戸駅の裏側はこのようになっています。新幹線ホームからでも見ているとわかるんですが、結構な山際にあります。なので私は小さい時、新神戸と新横浜はものすごいど田舎にあるんだと思っていて、なぜこんなところに全てののぞみ号が停車するのかわからないと思っていましたが、反対側は確かにちょっと山際郊外といった感じがどちらもするのですが、しかし新神戸駅の反対側は新横浜もそうですけれど、どちらも大都会です。ここはもう六甲山の麓にあたります。上の方からは夜景を見ることができる有名な山ですが、この辺りもこんな感じ、麓の辺りから観光の名所がたくさんあるわけです。新幹線が走っているその未来的な印象の裏に、このような広大な素晴らしい山が広がっています。瀬戸内海国立公園などと呼ばれています。レンガ、それで作られた相当古そうな橋の脇には何やら石碑があって、ただその石碑に刻まれた字はもうほとんど読めないので、ここに写して書いてありました。芦野屋の砂子の山の水上を登りてみれば布引きの滝、九条内々人金実と脇には書いてあるようです。鎌倉時代の有名な公家、有力な公家、金実、九条金実の、読んだ歌だというふうにされているんですが、それは明治時代ぐらいに作ったこの石にはそう書いてあるんですけれど、実際には金実のネームバリューを使っているだけで、本当は金実の、これは息子かな、金家さん、それが作ったみたいですね。あちらには新神戸の、これはタワーマンションでしょうか、そういったものが見えます。高層の建物の裏にはイノシシなどの野生動物に餌を与えないようにしましょう。すごい対比です。新幹線を挟んで全く違った景色、ぜひ新神戸で降りてこのものすごいギャップを味わっていただきたいと思います。こういったところを歩いて、あ向こうに滝が見えたとかなんとか言ってる間に、新幹線がモーターの音を立てて出発をしていく音も聞こえてきます。こちらが麺滝です。本当に近くてね、新神戸駅から多分5分ぐらいあればここまで来られると思いますよ。優美な滝ですが、あの双雲峡などの滝もそうですけれど、滝って結構あのオスとかメスとかに例えることが多いんですよね。まあ確かにこれはスーッと、筒がなく、なんていうんですか、筒がなくというかね、あの荒々しくないような感じで流れていて、女の滝と表現するにはいいのかもしれません。これはあのなんかダムみたいな感じになってますけどね、せき止めがしてあって、下を見ると石で作られた何やら、これは何の構造物なのか分かりませんが、かなり心を惹かれるような構造があります。この脇にはこんな石の塔みたいなものもあります。これはもともとここで、水を取っていて、水道水を取水していた、その時の施設のようなんですが、あれは倉庫だそうです。布引きの滝の解説がここに書いてありました。那智の滝、華厳の滝と並んで我が国の三大神滝と言われています。あ、神滝っていうんですね。日本三名瀑では袋田が入りますが、袋田を抜いて、このなんだ布引き、それを入れるのが三神滝になるんだそうです。目滝、取水、遠滴と書いてあり、
ここでこういうふうななんかこう書いてあったわけですけれど、見るとですね、現在でも奥平の浄水場というものかなに送られていますということで、現在でもこの、石の塔の下にあるですね、あのパイプのところから、昔と同じように水を取って、そして飲料水として使われているようです。その脇にはまたこのような石碑が立っていました。見てみましょう。さらし県甲斐もあるかな山姫の、訪ねて行きする布引きの滝、藤原の忠道があの、作った歌だというふうにされていますが、実際には忠道ではなく諸実が、歌ったもののようです。まあ、やっぱりそういうふうにこう一つ一つ、本当はね、忠道の方がまあ有名ですし、あの日本史でも出てくる、まあ、スーパースター的な人物ですから、でそうしておいた方が、はあ、これが忠道の歌かというふうに、まあ、思うんでしょうけれど、あの実際には、これは忠道の歌ではないみたいですよということが、この脇には書いてあります。まあ、大体布引きの滝周辺にはね、あの平安時代とかに訪れた、昔の文化人みたいな人が残した歌が数多く本当に石碑で残っているんですけれど、それは本当に必ずしもその本人が歌ったものではないようです。右、鼓滝、なんとか真ん中読めませんが、その左は御滝、これもまた昔の道案内板ということですよね。それが残っているのも歴史的な観光地という気がします。山陽新幹線新神戸駅が開業したのは1972年でして、それよりも前からこの布引きの滝というのは、それこそ鉄道唱歌の歌にまで歌われるような大変有名な観光地でした。これは藤原の義経と書いてありますよね。義経っていうのは私はこの人は知らないんですけど、この人は本当のあれらしいな、山人の衣なるらしい白帯の月にさらせる布引きの滝、まるで千人の衣のような、白い衣のような、その布引きの滝が、月にこう月の光を浴びて綺麗ですねみたいな、まあ、そういう歌かなと思います。多分そうでしょうね。そういうね、昔からもういろいろの人々の心を引きつけてやまない布引きの滝のちょうど真裏に、まあ、たまたま山陽新幹線が開業して、そこにちょうど新神戸の駅が作られた。これはすごいことだと思いますね。新神戸の駅を降りて布引きの滝を観光しないほどもったいないことはありません。いかなれや雲間も見えぬさみだれにさらし添えらん布引きの滝、ものすごいザーッとこうあのなんて 滝のようなあの雨が降っている、まあさみだれだから滝のような雨じゃないかもしれないが、まあまあな規模の雨が降っている、その脇に、布引きの滝もザーッと流れている、今の歌を読んだのは確か西行だったかな。向こうにまたこれは ANA クラウンプラザだったと思いますが、新神戸駅目の前の超一等地にあるホテルが見えます。その裏ではこのように谷川が流れています。もう真下の方もかなりですね、こんな風にこれは多分真下に見えている面滝の流れ落ちようとしているその上の部分だと思いますが、新神戸駅の大都会の様子を見ながら大自然をこちらでは味わう、こんな経験はなかなかできるものではありません。こちらは鼓滝と書いてあります。なるほど、どれどれ、残念ながらほとんど見えませんでした。これはつまり昔からのここは名所になっていたのは間違いないんだと思うんですが、木が伸びてしまって見えなくなったわけですよね。つまりそれほど昔から木が伸びるよりもはるか前からここの鼓滝として名所として知られていたということでもあります。この石も多分相当古いんでしょうね。結構人通りが多くてね、外国人の人が多いですが、歩いていてもなかなか気持ちのいいところです。鼓滝は少し上の方からまた見下すことができました、まあ、上から見ると滝っぽさがなくなってしまいますけどね。さて、さっきまで BGM がずっとかかってましたけど、ちょっと止めてですね、森林浴といいますか、マイナスイオンとかなんとかわけのわからないことを言いますけれど、まあ、そういったもの、滝の涼しさみたいなものを感じていただければと思います。ちょうど一番上まで登ってきました。これが布引きの滝の、御滝です。またここにも藤原の誰かな、相当しぶきで汚くなってますけど、雪平、あ、違う、有原の雪平ね、有原の成平の、弟だったかな、いや、あれですね、伊勢物語だったと思いますけど、我が世をば、今日か明日かとなんとか、待ちわびる、滝の涙をうんぬんと書いてありますが、ちゃんと映してませんでしたけどね。有原の、成平のお兄さんかな、有原の成平のお兄さんの雪平がですね、左遷をされてたらしいんですね。で左遷されてて気分が落ち込んでるから、有原の成平の、伊勢物語に書いた人がですね、ちょっとこれは慰めてやろうと思って、布引きの滝でも気晴らしに見に行こうぜと言って見に行ったんですが、言ったらば、俺が出世になるのはいつになるんだよ、悲しい、この滝の涙は、滝の落ちている様はまるで俺が流している滝のような涙のようだみたいなことと、有原の雪平が言って、なんともうじうじした男らしくないやつだと思いますが、まあそういった歌がここで読まれているようです。まあ確かに左遷っていうのはね、私も経験したことがないですけど、されたら結構ショックなことなのかもしれないですよね。
ちなみにまあ有名な、布引きの滝といえばですね、まず布引きの滝の歌といえば、あの明治時代 の鉄道唱歌で2度も登場しておりまして、山陽本線の、布引きの滝の一番最初はね、あ、ちょっと待って、ちょっとそれで紹介しようと思ったんですけど、先にこれ、今15時51分なんですね。で、御滝からものすごい勢いでこう下ってきてるんですけど、まあ、ものすごい勢いってこんな感じで、スピード下ってきてるんですけど、それから5分後、15時56分には今57分になっちゃいましたけど、山陽新幹線のもう駅舎のすぐ裏まで来てしまっています。これなかなかすごいことですね。本当わずか5分で、まあ、ちょっとスッスッスッと歩いては来ましたけれど、なかなかのこう高立地の滝であるということは間違いありません。ただ急いで降りてくると落ち葉で足が滑るかもしれないから、ちょっと気をつけてくださいね。布引きの滝からずっと下ってきた、その川の水面がですね、新神戸駅の、その新幹線ホームの下で反射しています。さっき言いかけたことですが、山陽本線の、鉄道唱歌のですね、それの一番、最初ですね、第一番のところで歌われている歌詞で、夏なお寒き布引きの滝の響きを後にして、神戸の里を立ちずる山陽線路の汽車の道と、まあ、こういう風に、ね、言ってまして、東海道の一番最後でも、布引きの滝が登場しています。三井住友銀行の ATM がさっき見えましたけどね、これは神戸だからやっぱ住友系が強いということで三井住友の ATM があるのか、まあ関係ないのか分かりませんが、ここからは地下鉄に乗り換えです。三宮まで一駅、新神戸と三宮の間は本当に一瞬なので、これも大変便利です。新横浜と横浜の間は多分なんだかんだ15分ぐらい移動にかかると思いますが、まあ、新神戸であればそんなことはないでしょう。泊まりに泊まっていたのは北新急行だったかな、その鉄道の車両が泊まっていますが、それはですね、ここからの有馬温泉の方面まで、ほとんど時間をかけずに、まあ、行くことができる、まあ、そういった、列車で、それも大変便利です。温泉もまた三名線の中の一つ、日本を代表する観光地です。今上がってきました、ここは JR 東海道本線三宮駅。ホームの屋根の作りを見ていただくと相当古かったのがお分かりいただけると思います。戦前に作られ今でも活躍をしている路線です。ちなみにこれ乗車券と書いてあるんですが、まだこれを使っています。山陽新幹線を降りてですね、新神戸から地下鉄に乗っていくという場合、本当はできないんですが、特別に、三宮駅からまたその先まで、兵庫とかそういったところまでですね、乗り換えることができます。まあ、ちょっとなんて言ってるのか分かんないかもしれないけど、まあ、要するに、通常よりも随分お得に使わせてもらっているということです。お隣、これは随分なんかね、外から見るとボロっちい感じがしますが、これもまた戦前に作られた大変威厳ある、阪急三宮駅舎です。ここから兵庫駅に移動します。ここが JR 西日本、もう山陽本線に入りました兵庫駅です。兵庫駅もまた大変古そうな建物です。ここからはですね、ちょっと川崎重工の工場を見に行きたいなと思ってるんですが、まあ、それはちょっと私の鉄道趣味的な、ところもありますから、割と手短に紹介したいと思います。しかし駅の周辺も大変立派です。なんとかカナル運念とか言って運河をイメージした街づくりをしたようです。こちらが川崎重工の工場、兵庫工場。この工場の壁も一部ですが、レンガで残されています。相当歴史が古い、重工業を担う工場であるということがわかります。撮影ができないところも多いのですが、ここは撮影しても大丈夫です。正面玄関の入り口のところ。これはね、日本で数多く特急電車というものが走ってますけれど、特急電車ってのは今から、まあ、大体60年前に走り始めたものでして、それの第1号として作られた、その車両が飾ってあります。そしてまた、もう今度、新しく皇太子なる人殿下が、まあ、天皇陛下に、ね、なられるということですけれど、今の天皇陛下、天皇陛下が、皇太子時代にご結婚をされた時に運転をされた記念の列車千代田号というのがありまして、その時の装飾を復刻してくれているというので、それを見に来たのでした。それももちろん、この車両を使って運転したそうですが、前面にはお花のこんな、看板を取り付けてですね、それで新婚旅行の、新婚さん夫婦だけが乗れる特別列車として、当時としては異例の超豪華列車だったようですが、そういったものを展示してくれていたわけです。これは、毎年春の風物詩でした。鉄道チャンネルでもっと詳しく解説しますんで、よかったら見てみてください。そしてまた兵庫駅に戻ってきました。少しずつ夕暮れが、もうだいぶ進んできたかな。この兵庫駅もまた随分古い駅だということをさっき話しましたが、このデザインとか見てもらうとね、柱がちょっとこう石造り風であったりとか、この階段がすごいですよね。階段の両脇の装飾、戦前の厳かなもの、大体そんな感じがします。兵庫駅から次は、じゃあちょうど夕暮れになってきたので、これから夜景を見に行こうと、そういう風に決めました。降りたのは JR 東海道本線の六甲道駅です。この六甲道駅も観光というのはちょっと違いますが、見るべきポイントであります。この
このなんていうのかな、まあ、高架線というんですけどね、あのこう橋みたいになってるじゃないですか。この構造物ですが、1995年の阪神淡路大震災の時に、六甲道駅は倒壊してしまいまして、そしてもう駅舎がぺちゃんこになり、さらにこの、高架橋も真下まで、落ちてしまうということになったそうです。そして、もう東西の大動脈を担う東海道本線は、完全に機能停止になったのでした。これからあの六甲道の駅前のバス停からですね、あの六甲山に登ろうと思いますんで、ちょうどいい案内がありましたから、それに従うことにします。潰れてしまったこの駅舎ですけれど、それをまたジャッキアップして復活させるということをしました。かなり異例のスピードで行われたようで、それもまた大変有名です。プロジェクト X などでも取り上げられました。まあ、とりあえず六甲道の紹介についてはまた後でもちょっと触れることにして、ここからもうすぐにバスがやってきます。大変便利です。バスはだんだん坂を登っていきます。結構急な坂道、六甲山に至る、まあ、その、途中のもう登山道といいますかね、あの上りのその麓道ですから、あの上り坂がずっと続くのも当たり前というわけです。市バスで、15分ぐらいだったかな。そんなに時間はかかりませんでした。ここが、六甲ケーブル前とかなんとかそんなところのバス停で、これが終点です。住宅街がいっぱいあって、ケーブルカーに乗る人はそんなにたくさんいませんでしたが、あのバスで、お家へ帰るという人たちが多く乗っていました。これがその六甲山の上まで登るケーブルカー。往復先に切符を買ってしまえば割引で、1080円だったと思います。これ階段でこういうふうにこうあの乗り込むわけですけれど、あの私しかこの車両には乗っていなくてですね、大変快適でした。こんな感じですね。なかなかこうガチャンガチャンガチャンとか言ってて、これ落っこちたりしないもんかとすごく心配になるわけですが、まあそれはね大丈夫みたいです。ケーブルが切れたらこれもう谷底というか山の下まで真っ逆さまですからね。特には早速神戸の美しい夜景が見え始めています。もう十分綺麗で感動的ですが、これの3倍4倍ぐらいは多分すごい景色だと思います。ご注意ください。アテンションプリーズ、ドアオープニング。これが、東京ケーブル三条駅って言ったかな、山の上の駅に着きました。さっきからやたら構造が古い駅ばかり見ているような気がします。この駅も相当古そうです。シリッチ・エンド・タンファニー会社、イタリ・ミラン市、イタリアですね。これ一体いつのなんだと思ったんですが、調べたらですね、1932年にこの駅は使われ、それからずっと使われているそうです。昔からリゾート地、観光地などとしての開発が盛んな六甲山、伝統的な観光地です。そして、その山の上の駅まで行けばもう早速ですね、美しい夜景が見られるはずだったのですが、私はもう六甲山上に着いたらすぐにバスに乗り換えてしまいました。夜景はこの後でしっかりと見られますが、まずは花より団子というわけで六甲ガーデンテラスというところまで向かいます。ここは六甲山の上に設けられた割と本格的な観光施設でして、お土産とかお食事とかカフェとか、まあそういったものがいろいろと揃っています。バスの本数を確認。20時46分が最終です。最終バスに乗れば間に合います。こんな感じであのデートスポットみたいな感じなんですかね。イルミネーションとかがあちこちになされていて、それ自体も綺麗ですが、それよりも天然のイルミネーションといいますか、これですよね。いや立派だ。向こうに見えているのが大阪湾で、おそらく今皆さんがご覧いただいているのは大阪市方面だと思います。すごいね、大阪の方面の夜景からまあ、関西空港の方面まで見渡し、すぐ手前、手の届くような近さには、神戸の街並みが広がっています。神戸っていうのは本当に山のすぐ際のところまでギリギリまで街を攻めてきているんだなという感じがします。まさにさっきの新神戸駅と同じような印象です。で、花より団子って言ったで、まあ、先になんだかんだ花を楽しんだわけですが、その後レストランの営業時間を確認。8時ラストオーダー、よしまだ間に合うな。普通のレストランっぽいところを探します。結構広いんですけれど、外れたような方面にここ、この一番ここでね、あの普通のレストランがあったんで、そこで食事することにしました。画面を見ていただいて分かると思うんですが、これあのなんかロープウェイのねあれがありますよね。ロープウェイというのも実はこのすぐ近くから出ていまして、これを下に降りれば有馬温泉へ行くことができます。さっき新神戸のすぐ近くにある有馬温泉という話をしましたが、三名泉の中の一つ有馬、ぜひここから下ってみたかったものですが、残念ながら平日夜間の運行はしていないんだそうです。六甲山の上ではね、バスを乗り継ぐことによって他にも1000万ドルの夜景などと言われるマヤ山、それからこの下に降りていく道筋など、まあいろいろとあの昼間とかね、あのそれから観光客の多い時期に来れば、ただ六甲山の山の上へ登って六甲山から降りてくるだけではない違う楽しみ方もできるんですけどね。今日は残念ながら、六甲山をもう一度下るしかありません。しかしこれレストランからもこの素晴らしい夜景を楽しむことができます。このレストランにはほとんどお客さんはいませんでした。なぜいなかったのか分かりませんが、単純にあのやっぱ そんなに観光の需要が大きい日ではなかったからだと思います。これねビーフシチューセットを食べることにしました。これですね、
あのまあまあこんな感じですけど、確か六甲山の、牛肉みたいなそういうのを使ってるんだったかな、1600円ぐらい山の上の価格かなと思ったら意外と普通の値段でしたね。それからそのレストランの少し裏側にフリースペースがあり、またこれも誰もいなかったですが素晴らしい景色ですね。これ誰もいなくてね、景色を本当に文字通り独り占めできているというのがまた嬉しいことです。まあ、逆に言えば、私からアドバイスされるのも尺に触るかもしれませんが、あのデートとかそういうのをしたい人はね、あの平日の夜に六甲山行くといいんじゃないでしょうか。こっちがおそらく大阪の梅田周辺だと思います。多分そうだと思います。拡大してこの彼方高層ビルの赤い上のランプが点滅しているこの辺りが京橋でしょうか。全く根拠はありませんが、おそらくこの辺が大阪環状線の内側のはずです。緑色の明かり、これの多くは東横インのホテルだと言います。お、これはもしかしてこれあれですね、右側の高い建物と左のピンク色の建物、通天閣と、それから右側がアベノハルカスです。あそこが天王寺新今宮というわけです。なるほど、これを神戸の六甲山の上から見下ろすことができる、いやなかなか立派なもの。関西空港から飛び立つ飛行機や伊丹空港に降り立とうとしている飛行機の群れも見えました。大阪の夜景も立派ですが、神戸の夜景も立派です。まあ、つまりこの辺りはどこも立派だということです。和歌山県ももしかしたら見えていたのかもしれません。あまりこの辺りの地理には詳しくなく、それほどしっかり見極めることができないのが残念でした。ちなみにね、これに塔があったんですけれど、あの塔の上に登っても大体同じような景色だったんですが、一つ違ったのは明石海峡大橋が見えましたね。あの塔の上から眺めた明石海峡大橋が一番よく見えました。よく、画面に映しておけばよかったなと思うんですが、なぜか撮っていなかったようです。すいません。これでね、またバスに乗って15分ぐらいで戻ってきました。六甲ケーブル三条駅、この駅舎自体も本当に観光の名所になりうると思います。なんかクラシックな作りで、なんていうんですか、この作り方の様式については私はよく知りませんが、これなどね、これは、調圧室と書いてありましたが、すごい昔の扉ですよね。よく残ってくれているものだと思います。この駅の上が展望台になっていて、またこのように、これが神戸兵庫県の夜景です。すべて見渡すことができました。かなり彼方拡大してますけれど、あれが明石海峡大橋、その裏には淡路島の夜景まで見えています。おそらく京都府から和歌山県、そして淡路島まで見えているものと思います。すごいですね。これこういうところではカメラを動かすのはあまり好ましい撮り方とはされていないようですけれど、しかし何度も右を見たり左を見たりカメラを動かしたくなってしまいます。阪神の夜景が空の雲を照らしています。こういった光景を見られる、いや、やっぱ夜景ってのはね、登る前はそんなに期待してないんですけど、登ってみると、本物を見ると、あ、やっぱすごい綺麗なんだなと思いますね。これはね、ちなみに1000万ドルの夜景というのは何なのかというと、ここから見える電気代を全部足すと1000万ドルになるんだそうです。また駅の下へ戻ってきました。アマルベクリスタルタワーと書いてあります。そういえばアマルベ橋梁、ここにもですね、こんなような念願かなったエレベーターが増設されたらしいですけれど、ここもまた JR 西日本を代表する観光地になっていて、また訪れなければいけないなと改めて思い直したところです。そろそろまた帰りのケーブルカーがやってきます。私の乗るケーブルカーが最終です。勾配表498と書いてある勾配のひどさを表す標識があります。あれは498パーミルと言いまして、とんでもない坂道です。 JR で歴史上最も急な勾配であったものが66.7 なわけですが、それが498なんですから、もうちょっと信じられないですよね。六甲三条駅から、ケーブルカーで六甲をケーブル下、そこから阪急は六甲、JR は六甲道、阪神電車は、なんて言ったっけな、三陰駅だったかな、そこまでバスが伸びていて、どの電車を利用するにも便利です。帰りのケーブルカーはまあまあの人数で混んでいました。まあそんなものすごい混雑ではないけれど、それでもやっぱり夜景を楽しむ人は結構多かったんだなと思います。帰りのケーブルカーもまた15分ほどかけております。このケーブルカーは定員の8倍ほどの人数が乗っても問題なく降りることができるようです。さて、名古屋においでのようですねとか書いてあるんですが、実は、翌日ですね、東京から金沢に一緒に旅行する約束をしておりまして、まあ、旬ダイアリーさんなんですが、一緒に金沢へ行く約束は、結局東京を回っていくとめんどくさくなりますんでね、もし向こうが西日本にいるんだなと思ったら、向こうも名古屋にいるというので、じゃあ西日本からそのまま関東を回らずに、金沢へ行きましょうよ、そういう約束をしたのでした。それからこれは今また六甲山の下り麓をずっとバスで降りているところですけれど、今ちょっと映ってたの分かりましたかね、説明が追いつきませんでしたが、カプセルホテルの予約をすることにしました。結局ね、カプセルホテルはそういうわけで、もう明日は名古屋から金沢に行くことになりましたので、夜行列車で東京まで行くことは必要なくなりましたから、切符の購入もいろいろ変更して名古屋までの明日の新幹線の切符を準備、この先佐野宮へ向かい、またその辺り周辺の観光をしたいと思います。今日の夜はね、宿は三宮で撮りまして、
学生の割引で、1000いくらで泊まれるプランもあったんですが、残念ながら学割プランはもう満席になっていたので、通常の2000円ぐらいの、予約でしたけれど、三宮家のすぐ近くにあるカプセルホテルに今日は泊まることになりました。さっき出て行ったのが六甲道駅でしたけれど、あの六甲道駅から快速電車に乗り込んで、そしてやってきたのは元町駅です。三宮で降りようと思ったんですが、その一つ先元町まで行くことにしました。こちらの方がこの辺りの観光には便利です。元町駅もまたこれも非常に威厳のある歴史ある、すごい構造をしています。昭和のアーチという感じがします。駅の高いところから時計が吊り下げられています。こんな風にして吊り下げられている鉄道の時計を見ることはなかなかありません。ほんとすごいですよねこれ。なんでこんなに阪神の駅名は立派な、駅の構造は立派なんだろうかと思います。東海道線に乗る楽しみの一つはこの駅舎の中を眺めることにあります。鉄道マニアの方でなくてもこの辺の東海道線のね、東海道線山陽線の古い駅はあのどれもまあ古い駅なんですけれど、どこも見応えがあると思いますから、ぜひ神戸の観光の際にはそこも注目してみていただきたいと思います。元町駅の目の前の、交番もまた随分古い作りでした。そごう三宮センター街とありますが、これを左に進んでいくと三宮駅の方面まで抜けることもできます。三宮駅と元町駅の間も大変都会的ですが、元町駅の目の前もまたこんな風にもう閉まってますけどね、明かりも消えていますが、大丸デパートとかそういったものがいろいろあって、あとは確か三井住友信託銀行だったかな、もともとは住友銀行だったんでしょうけど、そういったものがいろいろと並んでいて、夜は車の通りも少なくなり、立派な商業の街という感じがします。自動販売機を眺めますと、これコカ・コーラと書いてあるんですね。中国語でああいう風に書くんですが、このすぐ近くには元町中華街があります。横浜にも元町中華街があります。これね、奥の方を見るとなかなか照明も落ちていますが、これはこれで立派、雰囲気のある夜の中華街です。今の時間は、午後10時半だいたいそれぐらいかな。中国人の方がまだお仕事されている方かな、多くおられました。あのうちの横浜もそうなんですが、あの同じように元町に中華街がありまして、また港の町でもあるし、港が栄えていますから、商業の町でもあるし、昔栄えたその明治時代のおしゃれな町があるということで、おしゃれな港町という点でも共通しています。ちなみに経営学部がある大学は、国立大学では神戸大学と横浜国立大学の2つというわけで、本当に横浜と神戸は大変よく似ているなと思います。横浜国立大学でも神戸大出身の先生が多くおられます。そんなことを考えて、いる間に、これは神戸のあの港の方ですね、あのメリケンパークだったかな、そっちの方まで来ました。また最近いろいろリニューアルされたのか分かりませんが、夜でもこのように高校と照明が灯っています。しかし人はいません。この辺り夜のね、遅い時間に神戸を観光するというのが私は一番楽しいと思っています。これは阪神高速というのかな、ちょっと私全然分かんないんですけど、大型トラックが多数の荷物を運んで、この時間でも渋滞の様子を呈しています。これあの植物園カフェみたいなやつだと思いますけどね、大変おしゃれですが、夜はもう営業は終わっています。営業は終わっているのに、そのおしゃれなお店の中には明かりが灯っています。誰も見ている人はいないですが、大きな鯉のモニュメントみたいなものがあります。多分鯉だと思うんですが、お魚のモニュメント、本当に巨大です。神戸は何がね、この辺りの港町の素晴らしいかって、夜の遅い時間になっても躊躇なくライトアップを続けてくれているということです。この電気代は相当のものだと思いますが、それは神戸のブランド力維持のためでしょうか。左が赤いポートタワー、真ん中川崎ワールド、一番右は、ホテルオークラですね。これはね、いや本当に立派な明かり。ここに観光客はほとんどいないので、この素晴らしい景色、ライトアップされていて誰もいない静寂の景色という大変な贅沢を味わうことができます。ちょうど奥には今豪華客船がやってきています。タイからやってきた客船のようです。手前には大きなスターバックス、これは、西日本でも随一の大きさを誇る巨大な2階建てスターバックスがあります。おしゃれなところには大抵スターバックスがあるものです。桜の木々が植えられていて、それもまたピンク色にライトアップされています。それを見に来ている人はほとんどいません。夜のこの時間、もう11時を回ろうとしている時間ではこんなところに人が観光で来るということは、まあまずありません。昼間では多数の人々で賑わっていますが、逆にこれを夜たった一人で独占をするというのが贅沢なわけです。お花もまだ咲いていました。まあまあないい咲き具合ですよね。これはまだこれから咲く余地もあるようですけれど、本当にちょうどいい時に訪れたものだと思います。
夜のこの港町、まだ春ですから夜になるとちょっと寒くなるわけですね。昼間は暖かかったけれど風が少々冷たいです。その冷たさ、ほっぺるがちょっと冷たくなるような感じ、それもまたですね、夜の港を独り占めしているような、その考えに浸らせてくれる良い材料です。とにかく神戸はもう夜遅くに来るべきだと思いますので、ぜひ、物静かなこの夜の間に来てみてください。 B 神戸、これもまたインスタ映えするスポットとして大変有名ですが、今はもう全く誰も人がおらず、私一人だけのために光ってくれています。これは阪神淡路大震災から復活し、神戸なその人々の思いを伝えるみたいな、そういったコンセプトで作られたもののようです。記念撮影をする人で多く、昼間ではなかなかこの B 神戸、これをですねゆっくり目の前で眺めるという機会はないかと思います。広いメリケンパーク、ごくわずかに自転車乗ってなんか練習しているような人とかいないわけではないんですが、しかし私の半径30メートルには誰もいないという状態がずっと続いていましたかね。彼方を見渡すと神戸と書いてあります。このメリケンパークを独り占めして、そしてぐるりと、その考えに浸っているそういう人だけが、おそらく見つけられるような夜の、良いアクセントです。いやー本当に素晴らしいですね。向こうは商業施設モザイク、観覧車はもう終わっていますが、それでも虹色に光ってくれています。海がこのように虹色に色を変えます。いや、なんでこんなにすごいのかなと思うんですが、ほとんど観光している人はいません。だからいないから、つまりいないからやめちゃおうというのではなく、神戸はおしゃれなところであるからいなくても照らそうとか、おそらくはそういった考えがあるものと思います。その夜の誰もいない神戸の、その素晴らしさを、YouTube の動画によって皆さんにお伝えすることができたら本当に何よりだと思います。ヤシの木の一本一本もこのようにライトアップ、この右側には非常に高級なホテルがあるみたいです。どこからどう見ても、いやー本当こう息を呑むというかね、カメラを録画する手を一体どこで休めればいいのかといった具合、本物はもっと素晴らしいと思いますから、ぜひ、この神戸から来たらですね、それぞれこう夜じっくり自分の足を使って、疲れますけどね、神戸をこんだけ歩き回ると疲れるんですが、簡単なこうブルッと歩き回るんではなく、夜の人がいない街を事、細かに楽しんでいってもらいたいと思います。帰りは元町駅ではなく少し離れていますが神戸駅まで戻ります。神戸の港の観光に帰り道という概念を持たない方がよろしいと思います。これも商業施設のモザイクの中の一部なのかな。これもまた全てお店は閉まっていますが、夜の遅い時間であっても、なんていうか百貨店みたいな建物のね、その全体がそのまま照らされていて、夜のかなり遅くまで立ち入ることができ、この建物の中を見るだけでも素晴らしいものです。行きにも帰りにも、それからどこかの寄り道への道中にも、どこにもおしゃれなもの、綺麗なものがたくさん集まっているのが神戸市です。だから元町駅からただメリケンパークに行って、そのまま元町駅へ戻ってくるというのではダメなのです。ちゃんと違う道を通ってですね、それでそれぞれの美しさを堪能して東海道線の駅にお戻りになってください。今時刻は11時、かなり遅くなってきまして、これから三宮に戻り、それからサンライズ号に乗るにはちょうどいい時刻ですが、夜行列車の予約はもう取り消してしまいました。夜行列車に乗って東京行っても仕方ありませんしね。この神戸駅もまた見てくださいね、これ最高じゃないですか。この柱もですね、また戦前に作られた立派な彫刻、それが現在にまでしっかりと残されています。もしかしたら修復とかそういうのはしたのかもしれませんが、そしてまたある程度の補強工事はなされているようですが、しかし基本的にはこの柱は東海道線が開業したその当時から、開業した当時からか分かりませんが、ごめんなさい、このような高架になったその戦後の戦前の頃からですね、ずっと変わっていない、そのような素晴らしい建物です。複々線というんですが、この辺りでは電車が大量に走れるように普通よりもかなり多くの線路が敷かれています。ちょうどその両側に東海道線の電車がやってきました。神戸駅は東京から伸びてくる東海道線の終点の駅です。ここから快速電車に乗って一駅、正確には新快速というんですが、さっき自分が降りた元町の駅を通過して、そしてもう一度三宮の駅に戻ります。最後はその戦前の昔からずっと活躍をし続けていた東海道本線、それをもう一度しっかり見つめ直してみたいと思います。戦前からあったということは、つまり戦争をくぐり抜けてきたということでもあります。この三宮、それからその周辺神戸はですね、130回程度かな、ものすごい回数の空襲を受けたのでした。実は1944年頃まで、全く戦争の終わりぐらいにまで神戸は空襲を受けるということはほとんどなかったのですが、逆に戦争の終わりの年に集中的に、東京と変わらないぐらいの大阪とか、それから名古屋とかそういったところよりも、相当多い空襲を何度も何度も受けた、そういったところでした。
ジブリのあれにもなりましたし、野坂昭如 の、 あの小説にもなりましたけれど、ホタルの墓、それでこの空襲の様子がよく描かれています。この、阪神の神戸三宮駅の地下へ降り立つこのですね、そごうのデパートの入り口のところ、この辺りは本当に戦前のデザインがかなりよく残っていて、ぜひ三宮に行ったら覗いてみるべき場所だと思います。昔はもっとこの倉庫の建物自体が全部がこのような建物、雰囲気だったらしいのですが、残念ながら95年の阪神淡路大震災で倉庫もまた建て替えということになってしまいまして、昔ながらの雰囲気が残されているところは最近では随分減ってしまったようですが、しかしこのような立派な大理石と、かなり力を入れた彫刻の数々、それがまた他の神戸市の駅と同じように、いやむしろそれよりも優れているように三宮では思われます。神戸の空襲の際、ここを襲った、米軍機 P-51 だったかな、だと思うんですが、そういった飛行機がですね、ここへやってきて機銃掃射をした後などというものもあります。あの阪神電車の祖号の目の前の、ところからこうやって移動してくると見つかるわけですが、現在でも東海道本線、新快速とか、そういったものが普通に使っているこの橋、ガーター橋というのかな、その橋のところにこのように穴が開いています。この穴も随分どっか一方方向から無理やりに開けられた穴といったように見えますが、これがまさしく機銃掃射を受けた時の穴です。駅のホームの方にも穴が残っていまして、まあ、おそらくはその時三宮駅ホーム上にいた人にも当たったのではないかと思われます。さてこの後は阪急の駅にも向かいます。阪急もですね、戦前にあの駅ビルを作りまして、その駅ビルの下を地下鉄で阪急電車が抜けていくという大変おしゃれな構造だったらしいんですが、現在そのビルはまた阪神大震災の後解体されてしまったそうですが、ただこの阪急の駅の屋根自体は戦前のものと変わっていません。そして屋根を見ると相当数の穴が開いていて、それを塞がれた跡らしいものが見えます。穴はもうほとんど全て塞がれていますから貫通してしまっているところはありませんが、ここもまた神戸大空襲の際には相当な衝撃を受け、相当もうボロボロにまで壊れてしまったそうで、それを継ぎはぎにしてどうも直して現在まで使っているようです。もちろん自然に開いてしまったというものもあるんでしょうが、しかし確かに阪急の三宮駅の、神戸大空襲の時のそのすぐ後の様子の写真が残っていて、それを見ると、この今の阪神の屋根と、失礼、阪急の駅の屋根と同じような形をしていますし、というか同じ形をしていて同じものであったことは明らかです。よく見てもらうと分かるんですが、これ今鉄骨がですね、あの熱で曲がっている部分があったの分かりますか。ひしゃげてしまっている鉄骨が至るところで見つかります。これもまたあの河川中のすぐ裏のね、あの河川のすぐ裏のところでちょっとひしゃげているのとか、これもそうですよね。鉄骨があのちょっと曲がってますけれど、それほどとんでもない、高温にさらされていたということでもあります。これは焼夷弾がこの中に落ちてきたので開いた穴なのか、まあ、それでも爆発によって開いた穴を塞いだのか、もうちょっとそれは私にはこれを見ただけでは分かりませんが、相当こういったものばっかりであります。その三宮駅は現在でも、頑張ってあの修復をして、その後ですね、特にまあ建て替えとかそういったことも示唆されておらず使っておりますので、ぜひあの三宮に来た時はその戦争の後などいろいろと見て回られるといいんじゃないかと思います。その三宮駅もこのように何口って言ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、一番神戸駅寄りの方面だったと思いますが、その改札を出るとこのようなおしゃれな空間が今なお残されています。いや本当にすごいな、東京にはなかなかこういった場所ってありませんからね。なんで大阪ってこういうのは多いんですかね。本当に羨ましいです。これを毎日使って通勤している人もいるんだろうと思うと本当に羨ましく思います。立派な駅ですよね。これが観光名所とかそういう風にして知られていないというのが不思議なぐらいです。またもうあと20分ぐらいで東京行きの寝台列車が出るような時間になったんですが、まあ、結局それには乗りませんので、もうそのまま帰ろうと思います。結局今回で私がですね、観光のために使ったお金はケーブルカーの上り下りの、1080円と、まあ、それからお食事代のあれとかね、食事代は1500円ぐらい使いましたが、まあ、その程度でして、ほとんどお金をかけずに神戸の街を楽しむことができました。お金がない、なるべく節約した旅行をしたいという人にもこの神戸観光は大変おすすめできます。今晩の宿、カプセルホテル神戸三宮、駅から歩いて5分ぐらいのところにあり、結構ね、部屋数というかカプセルの数も多いので便利に使えるところだと思います。ただしあいにく男性しかお泊まりになることはできません。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。結構中は綺麗にね、リニューアルとかもされてまして、全く不快感とかそういうのはなかったですね。かなりいいカプセルホテルでしたよ。寝てしまえばもうあとはどんなところでも変わらないし、もう夜遅くなってますんでね、夜遅くに着いてもう布団に着いたらあとは死んだように眠る、まあ、今日一日中歩き続けて疲れましたから、そういった状態であればもうカプセルホテルで十分でしょう。それではこんなところで神戸の街を楽しんでいただけたら何より幸いでした。
ご視聴ありがとうございました。これなんだ、あ、これコンセントもあるよってことも言いたかったらしいですね。